6月10日木曜日、時刻は夕方3時半を過ぎました。 FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組。木曜日は飯田アナウンサーです。はい、辛坊さんのですね、電話つなぎ、5時の辛坊です、はい、そのハイライトをね、オープニング毎回やってますけれども、ね、この裏のテーマっていうのが、BGM 何を使うのかって、これはディレクターの腕の見せ所なんですけど、はい、今日はあれでしたね、アメリカ横断ウルトラクイズのテーマ。今週はそうですよ。いやー、これがものすごくこう何を暗示してるんだろうかって、私ちょっと裏を読んでしまうんですが、読みますか。なんといってもですね、こういろんなね、録音が流れた最後に、はい、でっていうのがあるじゃないですか。いや、あれですよね、え、はいはいはい、覚えてますか。飛行機がハワイに着く、タラップが着く、機内でクイズやってた、みんな降りてきて、さあどうでしょうかって言った時に、俺登れちゃったら、戻んのみたいだね。いや、どうなるかわからないですけどね。いや、いろんなこと。何が起こるかわかんないってことです。本当、もう私、あの BGM を聞いて、辛坊さん、そっちのけでいろんなことを思い出してしまいまして。いや、我々、僕、81年生まれなんですよ。昭和56年の生まれで、はい、もうファミコン世代のど真ん中だったわけです。で、アメリカ横断ウルトラクイズっていうで、はい、ファミコンのソフトがあって、ファミコンのソフトもあったんですか？ありました、ありましたよ。ファミコンソフト、はい、アメリカ横断ウルトラクイズ、うん。あれ、ちゃんと機内クイズがあるんですよ。飛行機乗って、で、裏技があって、今だから言っていいと思うんだけど、うん、裏技があってですね、飛行機に入ってまず真っ先にトイレに行くんですよ、はい、そうするとそこに問題集が落ちてるっていうね。でそれがその通り出るんですけど、うんうん、これわーやった、問題集落ちてるって言ってバーっとこう問題と答えがこう出てるんで、それを見て、ああなるほどなんて思いながらですね、うん、席に戻ると同じものが出てくるんですけど、はい、ちゃんとメモっとかないと、うん、結局出た問題どれが答えだったかわからないっていうですね。ポイントなんですね、そこはね。確かそんなだったような気がするっていうね。いやー、懐かしいですね。やっぱあの時代はいろんなものがファミコン化しているっていう時代で、そうですよ。お相撲の寺尾関とか、うん、寺尾の突っ張り大相撲っていうのがあってですね。相撲のゲームって結局 A ボタン押しっぱなしみたいな感じになるんで、一体何なんだとか。あとで一期っていうゲームがあったんですよ。何ですか？一期。一気、うん、農民のあれですよ、一気ですよ、一気。そっちの一気。下から上へスクロールしていくんですけれども、で、その、竹槍持ってて一気をするわけですよ。で、その先に、なんか川があったりとか、こう、いろんな障害物をこう、避けながらですね、上がっていくみたいなね。なんでこれをゲームにしようと思ったんだろうみたいなのが今もいっぱいあって、で私一番最初に買ってもらったソフトが、大体みんな一番最初やっぱりそうは言ってもスーパーマリオブラザーズを買うわけですよね、うんうん、でところがうちの親父が何を思ったのか、うん、どこ行ってもスーパーマリオブラザーズがねえんだと、はい、で似たようなゲームはないかって言ったら、店員さんに教えてもらったのがドナルドランドっていうゲームなんだって言ってですね、知ってますかドナルドランド。知らない。ドナルドランドのドナルドは、はい、ディズニーのドナルドではないんですよ。誰、何、マクドナルドなんですよ。そうなんですか。ハンバーガーのマクドナルドの、ピエロみたいなキャラクターいるじゃないですか。はい、あれが主人公なんですよ。で、リンゴ爆弾っていうのを持ってて、それを投げつけることで敵を倒して前に進んでいくっていうですね。アクションゲームで。で、ゴールをすると、ハンバーグラーとか、うん、なんか、ポテトフライのなんか、ちっちゃい可愛い子みたいにいたじゃないですか。なんか、もう名前忘れちゃったけど。いた？うん。ああいうのを助け出すっていうですね。今映像出してもらったけど、あ、本当だ、ドナルドね。そう、あのキャラクターね。で、ステージ1個クリアすると、ハンバーガーショップに行って、そこでハンバーガーが買えるっていう、ね。そう、飯田少年は、それを目をキラキラ輝かせて楽しんでいたと。なんかおかしいなと思いながらね。いいでも、うちにはこれしかなかったんですよ。いいじゃないですか。お父さんの愛を感じられますよ。今どこ行ったんだろうな。横須賀の家のひょっとすると物置かなんかにまだ転がってるかもしれないですけど。懐かしいですね。すみません、そんな話でオープニング7分、経過してしまったと。折しも今日は時の記念日ですんで、はいはい、この時間の大切さっていうのをね、本当は語らなきゃいけないっていう、今日のですね、朝刊の産経新聞に産経省ってコラムがありまして、はい、でそこにこの時の記念日だよねっていうところで、うん、
エピソードが載せられているんですが、明治期の日本を訪れた欧米人が共通して抱いた印象は大雑把な時間の国だったというですね。あの当時は大雑把だったんだ。日本が？日本が。そう。数ある旅行機には時計を持たない生活や時間の約束で人を縛る習慣がないことへの驚きや戸惑いに溢れていると。意外ですね。いや、そうなんですよ。日本人は時間に厳しくてね、っていうような話だったんですけど、確かに昔はなんか、それこそ月の満ち欠けによって、時間の概念もちょっとずつ変わってたと、牛三つ時って言っても、というのがあったんですけど、いや、これがですね、ここが、日本が変わっていってですね、どんどんと時間に厳しくなったのにはですね、鉄道があるんですよ。それ長いですかね、話。今も38分。ざっと簡単にまとめて言うとどういうことですかね。いや、やっぱ鉄道はですね、大きなシステムを時間通りに動かすことができないと、全体がこう回っていかないじゃないですか、うん。で、しかもその技術っていうのはですね、そのまんま、富国強兵のあの時代には戦争の技術にも役立つということだったんですよ。この時間にここに集合し、この時間にこのポイントに一斉に射撃をするのだ、みたいなものって、はいはい、全員がピタッと合ってる時計を持って、うん、それを元にしてやらないとできない。確かに。そうですよね。そうなんですよ。で、うん、それをこう人々に根付かせるためには生活を変えなければいけないと。だから金打ち鳴らしたりとかいろんなことやったんですけど、最終的にはですね、この鉄道がピタッと時間通りに来るっていうこのことにより、勤め人たちがですね、時間通りに会社に行くというですね、生活リズムを整え、そしてそれが体に染み込んだっていう。で、もう学校からですね、時間でこの時間になったら授業が始まり、この時間に終わるっていうのをみんなこう体に染み込んだっていうですね。飯田さんも当時はそうやって体に染み込んで。ちょっと待って。当時はってどういうことですか。私その時代はさすがにまだ生きてないですよ。まだですか。そうそう。実はね、その辺は大宮の鉄道博物館に行くとですね、時の流れを鉄道が作ってきたのだっていうこのね展示があってですね。で、別館のね上の方で、大体の人はもうスーッと見ちゃうんですけど、私そこじっとこう見ながら学芸員さんとね、二人でうんうん乗りながらですね。そういやこれは素晴らしい展示ですね。と、日本を変えたのは鉄道ですよねって言って激しく意気投合したんですけども、お仕事の邪魔してないですか、ね、大丈夫ですか、ね、そんなことないです。聞きとして話してくれましたから。そう本当にそれことごと作用にですね、時と鉄道というものは非常に密接な関わりがあると、まさに日本の背骨を作ってくれたと、ありがたい限りでございます。もう本当に、ね、時の大切さをまさに実感をする、もう10分が経ってしまいました。時の流れは早いですね。本当ですね。ということで、じゃあ進めさせていただいてよろしいですかね。今日の東京株式市場、日経平均株価反発しました。昨日と比べまして97円76銭高い、28,958 円56銭で取引を終えました。国内で新型コロナウイルスのワクチン接種が加速していることなどから経済正常化への期待感が膨らみ買いが入りました。またアメリカの長期金利が下落したことで半導体関連株などを中心に買いが進み相場を支えました。で、為替は現在1ドル109円55銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか。この後3時台のニュース解説コーナーズームオンは、野党が菅内閣への不信任案を提出かというニュースで、4時台は菅総理大臣がサミット出席のためイギリスへ出発しますけれども、この話題に迫っていきます。はい、5時台のオープニングは生存確認テレフォン5時の辛抱です。今日はね、どうでしょうかね、昨日ちょっとね電話つながりにくかったんですが。そうなんですか。そうなんですよ。で、ゴール目前にいたしまして、ちょっと無風のね、風がない状態続いていて、ちょっぴりね無風ストレスにさらされている感じ。またテンション低いんですかね。そうするとね、どうなんですかね。ちょっと5時の辛抱ですにもご期待ください。はい。で、ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。で、今日ね、木曜日ですから番組の最後にかかるエンディングリクエスト、はい、ラジオを聞きのあなたからお伺いしたいと思っています。辛坊さんに捧げたい曲大募集です。はい、なんでその曲を選んだのか理由も一緒に送ってください。メールは zoom@1242.com、
ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、まあいよいよね、佳境を迎えつつある辛坊さんへの質問などもあれば、ね、ぜひお寄せください。お待ちしています。なんか仙人みたいになってるとかね、ひげは伸び放題だって言いますから、ね、あら見てみたいですけどね。本当ですよね。そんなにひげ の、 あの太い方じゃなかったですよね。濃い感じではないですよね、飯田君と違ってね。この時間になるとそうなってくるんですよ。この時間になるとね、だんだんね、飯田さんがちょっと黒くなってくる感じですけれども、ね、大丈夫、そうそうそう、あ、大丈夫ですか。さあ、日本放送ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送がお送りしています、ズームそこまで言うか、毎週木曜日は飯田浩司アナウンサーとお送りしています。ではまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。産経新聞の電子版によりますと、自衛隊が東京大手町で運営する高齢者向け新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターについて、政府が64歳以下の受付を開始する方針を固めたことが分かりました。開始時期は接種券の配布状況を考慮して決定するということです。スリランカ政府は9日、日本政府と新型コロナウイルスワクチンの提供をめぐって協議したと発表しました。スリランカ側は60万回分のアストラゼネカ製ワクチンを要請し、日本側から肯定的な反応があったとしています。政治分野の女性参画拡大を目指す改正推進法が今日の衆議院本会議で可決・成立しました。女性議員の増加に向けてセクハラやマタニティハラスメントの防止策を国や地方自治体に求める条文を新設しています。憲法改正手続きに関する国民投票法改正案が自民、立憲民主、公明、国民民主などの賛成多数で可決されました。改正案は国会提出からおよそ3年を経て明日の衆議院本会議で可決・成立する見通しです。ロシア・モスクワ市の裁判所が9日、反体制派のナワリヌイ氏の汚職追及組織や事務所を過激派と認定しました。今月4日には過激派と認定された組織に関与した人物が全ての選挙に立候補することを禁じる法律が発行しており、ナワリヌイ氏やメンバーは下院選に出馬できない見通しです。いやー、恐ろしやですね。恐ろしやですね。裁判所がこうやって過激化と認定するともう、まあ、ある意味の公民権の停止というようなことになってしまう。まあ、これね、当然、まあ、そのナワリヌイ氏の身柄についても、来週行われる予定であるという、アメリカとロシア、米ロの首脳会談の中でも話題になるだろうということで、まあ、そのタイミングで撃ってきたのかというあたり。まあ、直前のその G7 サミットについて、まあ、後ほどね、4時台に、ジャーナリストを現地で取材もされている木村さんにちょっと電話でね、つないで、はい、あのオンラインでつないでお話を伺いますけれども、はい、まあそこでおそらくその中国等々の話が出る。で、その後に米ロの首脳会談と、まあアメリカとしては二正面作戦やりたくないから、ロシアとはある程度のところで、まあ話はつけたいという中で、うん、直前でこうやってハードルを上げる、家賃を上げてきてるっていうね、駆け引きが見え隠れするなという感じがあります。それからこの新型コロナワクチンの大規模接種センターの話ですが、うん、産経がね、速報という形で、まあ、独自ネタという形で電子版では打ってましたけれども、64歳以下の受付も開始する方針と、まあ、確かに、今ちょうどね、来週分14日から先の受付をやってる最中なんですけれども、はい、まだ枠が結構空いてるということなので、うん、で、まあ、今後ね、これについて正式な発表があり、そして、スキーム作りが、枠組み作りというか、発表もあると思うんですが、うん、今のところの、その、大規模接種センターの予約方法を見ると、その、
条件の中に、接種券というものが入っているので、接種券が手元にないと結局受けられないっていう状況。そうですね。特にあそこの場合はその接種したかどうかっていうデータを接種券でしか、まあ、対象者かどうかっていうデータを接種券でしか照合ができないという形になっているので、おそらく自治体から接種券がないと難しいのかなと、うん、あの実際によっては余りのね、高齢者接種の余り分とかで、はいはい、まあこれもう誰かに打たないと捨ててしまう、うん、わざるを得ないというようなものに関して、うん、あのクリニック独自でメールアドレスとかをこう登録しておいて、うん、でもし余りが出た場合、うん、あの早く来れる人から順に、うん、あの電話していきますんでとか連絡しますんで来てくださいねというようなシステムで、でその場合って接種券がなくても、うん、まああの特に今月の頭ぐらいだと、あ先月のもうゴールデンウィーク明けぐらいだと、はいはい、まだ接種券、64歳以下はほとんど配られていなかったの で、 そ、 う、ね、そ、 うその場合はあの接種証明のようなものを出しておいて、うん、で将来接種券が来た時にまたクリニック来てくださいねと、でそうするとあの VRS という、まあ、あの接種したかどうかの台帳のシステムにそこで打ち込みますからね、うん、と、まあ、リアルタイムのデータとはなのでちょっと変わってきてはしまいますけど、うんうん、そうやったデータ管理を後からやるっていうようなことを、ただこれもねあのどうやら調べると、うん、そのクリニックの 所在している自治体によって判断が分かれると、結局最終的にはそのワクチンというのが自治体によってクリニックに配布されるというものなので、例えばですね、この会社の近所でも、まあ、会社の近所って実はそのこう区の境だったりするわけですよ、うちのね、日本放送、日本放送の千代田区有楽町にあるんですが、もう本当歩いて5分も行かないところが中央区銀座だったりしますね。そうすると同じクリニックの系列なのに有楽町にある院と銀座にある院で対応が間違ってるんですっていうことがあり得る、はいはいはい、ね、まあ、その辺ちょっとね、あの地域のクリニック等々も確認していただければと思うんですが、まあ柔軟にやってほしいなというのは非常に思うところですし、です、ね、まあ、なんといっても東京のあの大規模接種センターはもう大手町のオフィス街の近くなんで、ある意味64歳以下にこう開放すれば打ちたい人はそこら中に山のようにいるだろうと思います、いうことも思うんですけれどもね、はい、はい、さあではあのズーム行く前にですね、はい、電車の情報が入りましたのでお伝えしておきますね、はい、設備点検の影響で運転を見合わせていた東京メトロ銀座線が先ほど3時40分ごろに全線で運転を再開しました。ただこの影響でダイヤの乱れが出ていますのでご利用の方はご注意ください。はい、さあでは、はい、最初に特集する話題はこちらです。野党が菅内閣への不信任案を提出か。立憲民主党、共産党、国民民主党の野党3党の国対委員長が今日午前国会内で会談し、社民党を含めた党首会談を開催し、菅内閣に対する不信任決議案の提出の是非をめぐって調整することが分かりました。立憲民主党は菅内閣のコロナ対応を問題視していて、昨日の党首討論における菅総理大臣の答弁について真剣さに欠け危機感が感じられないと批判していました。不信任案提出かという話、まあ、昨日あたりからもうね、出てきていましたし、また、あの、枝野立憲民主党代表は、まあ、もともとこの党首討論の前から、党首討論の、まあ、答弁次第で、出すかどうかは決めるんだということも言っていたので、はい、まあ、これも規定路線という感じもありますが、まあ、一方で今日からすでに菅総理は、サミット出席に向けて、飛び立ってますんで、まあ、その意味では国会開会はしてますけれども、まあ、主不在の状態というところで、うん、帰ってくるまでは、まあ、不信任案たとえこれが提出されたとしても採決等々というのはこの先ということに当然なると、はい、いうことで、まあ、会期末6月16日というふうに言われてますが、それを前にして、これで解散はなかろうというようなですね、読みの中から、うん、この解散がないんだったら出しとくかというような、出さないとやっぱり野党としては仕事したことにならないよなみたいなところもあるのかなと、はい、今日朝刊の日経新聞が、9月解散説というのを書いてました。折しも、あの昨日私朝の番組で、内閣官房参与であった高橋陽一さんと番組やったんですけど、はい、
いや、9月解散で10月10日投票日みたいな、あの具体的なスケジュールもですね、まあかなりはっきりと、おっしゃっていて、なるほどと、まあオリンピックパラリンピックは終わる、で終わった後にコロナ対策の補正予算を審議し、まあ、大体9月の5日前後から召集をして、まあ、大体これが衆参両院で、1週間から10日ぐらいかかるということになるので、まあ、そこから、予算を上げてから解散で、9月30日とかその辺で告示をするとちょうど10月10日の投開票と、いうことになると、そうすると解散の告示の日が対案で、そして投票日10月10日も先がちかなんかになるので、暦的にも良いって。っていうのは選ぶんですか？こういう時って、それ、非常にポイントになってきて、そう、だこれなんだっけって、ともびきとかと、どうだろうなとかね、先負けとかなると、あ、これはやめた方がいいと思うとか、だからそういうの言を担ぐらしくて、あ、先負けだからこの日はないな、みたいなことをですね、そうそう、そういうのを、こう、なんか、手帳とかを見ながらですね、なんかこう、ね、そうそうそう、あの、そういうことで、大体この時期、まあコロナ前はですね、政治記者とかとこう飲んだりすると、いや、だからこれでさ、なんつってね、公職選挙によると、みたいな。だいたいこう21日から行く、何日間かこう開けなきゃなんないからとか、いろんなことをですね、話したりなんかしてたんですけど、まあ、いろんな憶測も飛ぶところであります。それともう一個ね、昨日のこの党首討論で、おって思ったところがあって、それがですね、コロナに関しての討論をしていたところで、まあ、抑え込みに成功した国として、ニュージーランド、それからシンガポール、台湾を挙げていて、で、これをですね、枝野代表も菅総理も台湾という国という国として台湾の名前を挙げていると。いや、我々が僕がアナウンサーになった時もそうだし、増山さん駆け出しの頃も、台湾を国と扱ったらものすごく怒られたじゃないですか。ね。で、実際、総理だとか野党の党首だとかっていう要人がですね、こういう扱いをしたっていうのはあんまりなくて、ひっくり返してみるとですね、6月3日の参議院の外交防衛委員会で、茂木外務大臣も台湾という国という表現をしていて、これはひょっとすると、この台湾に対する取り扱いっていうのが政府全体で変わった可能性もあるなということを考えるとですね、これに最もセンシティブに反応するはずなのは中国なんですが、はいはい、今のところ何も言っていないというのは、ある意味、米中のこの新冷戦というものが新しい次元に入ったかもしれない。そこでサミットがあるっていうね、どうなっていくんでしょうか、この地球は。ズームでした。6月10日木曜日、時刻は夕方4時を過ぎました。改めましてこんにちは、日本放送の飯田浩司です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで木曜日、飯田アナウンサーとお送りしていますが、はい、ここで番組からお知らせがございます。来週のズームそこまで言うかは、特集ワクチン接種から辛坊治郎までゴールはいつかと題してお送りいたします。まあ本当にね、迫ってまいりましたから、ゴールが。いやー、そうですよね。古野電機さんのホームページのね、カオリン5の最新データによると 86.6% 来てると。なんかちょっと感慨深いものありますよね、このうねうねうねっていう印がどんどん伸びていくのを見てると ね、ゴールまであと 1267km。 そうなんですよ、辛坊さんの8年越しの夢が実現するのはいつなのか。本当ですね、感慨深いものが、泣いちゃうんじゃないですか。今からもう絶対泣かないね。でもね、番組スタッフを、ね、派遣してますんでね、はい、そうなんです、その瞬間もね、そうなんですよ、たっぷりとお伝えしていきます、でどうせ行かせたんだったらね、もういろいろ取材してこいっていうことでですね、もうアメリカの事情だとか、そうね、はい、ワクチンどうなってんだとか、ほりはほりね、ほりはほりいろいろ聞いちゃったりもしていきますので、ね、はい、よろしくお願いします、で来週もちろんスペシャルコメンテーターもお招きして、気になるニュースにズームをしていきます。まず月曜日、14日月曜日は、助っ人パーソナリティは立川志らくさん、スペシャルコメンテーターには橋本徹さんお迎えいたします。でしかもこの日は午後6時まで時間伸ばして、時間拡大版でたっぷり橋本節をお届けいたします。すごいですね、はい、で15日火曜日は、助っ人パーソナリティ小倉智昭さんです。スペシャルコメンテーターは国際政治学者の三浦瑠麗さん。お16日水曜日は、助っ人パーソナリティ吉田久典アナウンサー、はい、でスペシャルコメンテーターが元厚生労働省医系技官の木村盛夫さん。おお、さざ波ですよ。来ますよ、そうですよ、
そしてそして17日木曜日の助っ人パーソナリティは我が飯田浩司アナウンサーですね。いやいやいや、いつも通りですね。はい、恐縮です。そういうことですね。はい。で、志麻さんのゴールが、まあ、日本時間の16日水曜日か17日木曜日あたりになると、今のところ予想がされています。まあ、風次第なんですけど、ね。風次第ですよね。はい。うんうんうん、ということで、ビッグゲストをお迎えして木曜日はお送りいたします。なんと。もう辛坊さんが尊敬してやまない海洋冒険家の、白石康次郎さん。おお、あのバンデグローブゴールして、ねえ、直後じゃないですか、ほとんど。これね、あの白石さんだからこそできる質問ですとか、辛坊さんに対してどんどんね、こうつないで。会話をしていただけると思いますので。いやー、だって白石さんもバンデグローブでね、本当あのメインセールやられて、そっから自分で直して立て直してっていうことをやってきたので、ね、大変ご苦労されてね。もうね、あれじゃないですか、志麻さん、いろいろ相談するんじゃないですか。むしろ ね、まあ、そのあたりもご期待ください、はい。で、16日には米ロ首脳会談もありますが、はい、その内容についてはロシア政治に詳しい、筑波大学教授の中村逸郎さんにも解説してもらいます。いや、これが16日にっていうことなんですけど、あれスイスジュネーブで行われるんで時差の関係で、情報入ってくるのね、この17日なんですよ、日本だと。なるほど。ちょうどですね、そこで中村逸郎さんの話が、ね、恐ろしやですね。どんな話が聞けますかね、これね。信じるも信じないもあなた次第ですね。そうですね。本当に、期待しております。プーチンの匂いがします。っておっしゃってましたよね。なんだそれと。いや、でもちゃんとね、あの、筑波大学教授の中村逸郎さん、ちゃんとあの、もう裏を取ってね、お話しされてますから、もう大丈夫ですよ。で、豪華プレゼントももちろんございます。日本一のメロンの産地、茨城県鉾田市にありますフォレストパークメロンの森のオリジナル品種です、さやかメロンを毎日5人の方にプレゼント。さっき飯田さん試食をしました。いや、もう慎んで食べさせていただきました。なんといっても名前が名前ですからね。これもう背筋を伸ばして食べなきゃいかんと。いやいや、ほら、名前負けしてないでしょ。上から目線で。いや、でもうまい、むちゃくちゃうまいっすね。そうなんですよ、美味しいんですよ。いや、また絶妙なこの売れ具合でして、本当ね、歯ごたえありながらこう、もっと食べたい。でね、この時間結構疲れてきてるんで、あのね、甘さがね、もうね、脳に染み渡る。あとジューシーなね、あの肉汁もぜひ、果肉のね、はい、お試しいただければと思います。5人の方に毎日プレゼントしますので、はい、ぜひ、聞いてくださいね。辛坊さんのゴールの瞬間から話題のニュースまで内容盛りだくさんでお送りする来週のズーム、そこまで言うか。詳しいこと番組のホームページでもチェックできますので、ご覧になってください。さあ、この後は11日から開催される G7 サミットにつきまして、ロンドン在住の国際ジャーナリスト木村雅人さんにお話を伺います。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。菅総理大臣がサミット出席のためイギリスへ出発。11日から13日にかけて開催される G7 サミット、主要7カ国首脳会議に出席するため、菅総理大臣が今日イギリスへ向け出発します。新型コロナウイルスのほか、覇権主義的な行動を強める中国への対応が大きなテーマとなる見通しですが、現地イギリスは今どんな様子なんでしょうか。この時間は元産経新聞ロンドン支局長でロンドン在住の国際ジャーナリスト木村雅人さんにお話を伺います。すでにズームでつながっております。木村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、まず、まあ、日本今夕方4時過ぎたところですけれど、イギリスは今何時になりますか。朝のね、8時12分ですね。おー、すいません、朝からありがとうございます。サミット始まりますけれども、あの、木村さんご自身は今、イギリスどちらにいらっしゃるんですか。そうですね、まだ感染を広げてはいけないということで、ロンドンで、リモートで、してます。なるほど。取材対応もリモート中心。まあ、国際大会とかね、はい、スポーツもそうですけど、そうなってますもんね。で、今、そちらの様子っていうのはどうですか？物々しいんですか？
昨日ね、アメリカの、ジョー・バイデン大統領がですね、はい、サーフォークっていう、まあ、英軍基地に着きましてね、それで、やっぱり日本と同じように、まあ、イギリスにとってアメリカは、特別な関係の一番大切な、まあ、同盟国ということで、はい、まあ、盛り上がるところだったんですけども、まあ、ブレグジット、はい、の、まあ、宿題として、まあ、北アイルランド問題が残ってましてね、はい、まあ、それで、バイデン大統領から、もうね、あんまりごちゃごちゃ言わんと、EU と仲良くしなさいって繰り寄せされてですね、まあ、一気に G7 ムードが、まあ、盛り下がってるっていうのが実情だと思います。それイギリスとしてはあんまりついてほしくない話題いきなり来たって感じですか。そうですね、まあ、でもその仲介してもらえるとですね、まあ、嬉しいというかね、はい、まあ、今些細なことって言ったら些細なことなんで、ソーセージの材料とかですね、はい、ソーセージをもうイギリスの本土から、まあ、北アイルランドに輸出できないっていうね、問題が出てて、まあ、それとあと北アイルランドの、まあ、英国との統一を望んでるグループがですね、すごい、まあ、放火したりいろいろしてるわけで、暴れたりし始めてるので、はい、まあ、それをどうしても抑えないといけないということで、今、一番ホットな一種になってるわけですね。ね、イギリス EU 離脱っていう形になった。そうすると、まあ、イギリスというか、まあ、その、連合王国の、まあ、領域であるところの北アイルランドと、その、アイルランドの間の国境をどうするって話で、そこを今まで通りにすると、じゃあ今度北アイルランドにイギリス本土から物を持ってくると、行こうとするときに権益に引っかかるってことですか。そう、特に食品とかですね、動物とかをね、はい、まあ、持っていけないというか、EU のルールに従わないとダメなんで、そこに、まあ、事実上の国境ができてしまうので、まあ、それに対する北アイルランドの、プロテスタント系の住民の反発というのが、高まってるわけですね、今。そうすると、まあ、そのプロテスタント系の人たちからすると、イギリスから切り離されるのか、見捨てるのかって話もなるし。そう。その通りで。ほんで、バイデン大統領がアイルランド系でしょ。そうですよね。もともとそうですよね。要するに北アイルランド和平の枠組みをね、はい、まあ、崩すようなことをするなということで、ジョンソン首相は叱られてばっかりなんですね。なるほど。でも、あれだってもともとその、かつてその IRA という、まあ、非常に、まあ、恐れられたというか、まあ、テロもかなりやった組織があって、相当血で血を洗うような形の争いもあった中で、結局あれって、いや、EU に形の上入るから、もう国境とかなくなって、事実上これで、まあ、落ち着くでしょっていう形で、なんか、どうなんですか、宙ぶらりんのまま実は終わってたってところはあるんですか。そう、まあ、EU の方はね、はい、ブリュッセルの駐在の記者とか、みんなそう言うんです、EU っていう枠組みがあったから、北アイランドアフェが実現したっていう、おっしゃるんですけども、まあ、事実上ね、はい、イギリスの方もアイルランドの方も、それで北アイランドのプロテスタント系も、カトリック系も、要するに棚上げしちゃったわけですね、難しい問題を。はい、それを時間かけて解決しましょうということで、まあ、宿題がずっと残ったままになってたんですけども、はい、それがブレクジットで、はい、まあ、一気に表面化したっていう形になってるわけですね。これかつてそれこそロンドンの市内でもバスが爆弾テロにあったりとかっていろいろな凄惨な事件がありましたが、やっぱりイギリスの国内でもそこ心配する向きっていうのは多いですか。これね、やっぱりそこが問題で、まあ、こっちイングランドですよね、はい、英本土の方はもう北アイランドに関してはもう全然ドントケアっていうか、もう他人事になってしまってるのが問題で、それでも北アイランドの人たちにとってはやっぱり死活問題になってるわけですよね。まあ、そこをやっぱりボリス・ジョンソン首相にしっかり自覚しろよっていうのが、はい、バイデン大統領の忠告だと思います。でも、まあ、これね、イギリス EU 離脱をして、で、まあ、通商関係もどうするっていうのがある中で、アメリカとイギリスの間の通商協定もをどうするっていう話が前からありましたけど、この辺ってどうなんですか、進んでるんですか。棚上げですよね。それも棚上げなんですね。まず北アイランド問題をきっちりしろっていうことで、まあ、トレードオフにはしてないんですけども、一応そこを片付けない限り、アメリカとしては、通商交渉には
望みませんよっていうことは、もうシグナル何度も送られてきてるので、そこは、ボリス・ジョンソン首相もしっかり受け止めると思います。なるほど。まあ、米英特別な関係と言いつつも、やっぱり言いたいことは言い合うような感じではあるんですね。そうですね。まあ、お互い主権国家ですので、アメリカの利益がイギリスの利益でもないし、イギリスの利益がアメリカの利益でもないんでね、まあ、過去にも、何度か、対立してますよね。さあ、そしてそんな中で、まあ、サミット、いよいよ11日から始まるということですが、じゃあ、これに対しての、その期待感だとか報道っていうのも、ひとまず落ち着いたって感じなんですか？そうですね。やっぱりコロナが全てを覆い尽くしているので、まあ、はい、課題はいっぱいあるわけですよ。要するに G7 をどうしていくかっていうね、中国の対抗軸として、G7 を、まあ、D10 に格上げしようというような話があったり、はい、まあ、オーストラリアのところ入れて。まあ、でも、足元はやっぱりコロナ対策、ワクチンをどう世界展開していくのかっていうことが、やっぱり一番大切なんじゃないんでしょうかね。それで、気候変動と、やっぱり、まあ、対中度をどうするかっていうところが大きな柱になると思います。そのコロナ対策、イギリスはワクチンの接種も進んでいるということですが、どうですか、木村さんご自身も受けられましたか？そうですね。僕も今年59、まあ、今年も還暦なんですけども、まあ、4月にね、まあ、2回目の接種を終えましてね、まあ、今イギリスでも大人のね、大体 75% は1回目。もうすでに1回目を打っている、終わって2回目打ったのがまあ半分ぐらいいってるっていうことなんですけども、ただやっぱり感染力が異様に強いまあ、デルタ変異株ですね、はい、デルタ変異株が、まあ、スコットランドとかマンチェスターとかロンドンでまあ大流行しててですね、そうですか、この1週間で、まあ、感染者が 66% も増えちゃって、おじちゃんも 44%アップして、ほんで、ただ、やっぱり入院患者はまだ増えてないんで、まだ様子見、でもやっぱり南米のチリとかウルグアイは、はい、まあ、イギリスと同じぐらい、接種が進んでるんですけども、ワクチンのね。でもそこで、感染爆発に近いような状況が起きてるので、まあ、ここに来て、6月21日が、まあ、正常化記念日ということで、はい、一応大目標になったんですけども、まあ、それにキー信号がと思って、まあ、14日に最終判断するので、はい、今、実際、デルタ変異株っていうのがどういう動きをして広がっていくのか、それで重症化どれぐらいするのかっていうのを、科学者が総動員で分析しますね。なるほど。そのデルタ変異株、まあ、ちょっと前までは、まあ、インド株とかそういう言い方もしていたものですが、これって、そのワクチン効く効かないって結構諸説ありましたよね。これはね、割とはっきりしてきてるのは、まあ、入院とかね、重症化リスクはかなり抑えるっていうのは、ほぼ間違いないんですけども、ただ、感染したり、まあ、一次感染ですね、はい、自分がうつったり、人にうつしたりする二次感染を、どこまで止めるのかっていうのには、疑問符が灯ってるんじゃないんでしょうかね。まあ、そうするとワクチンしても、やっぱり、こう、感染予防はしなきゃね、みたいな話になってくるわけですね。マスクってどうなんですか？まあ、その通りですね。うん、マスクって、今、皆さんしてるんですか？その公共交通機関とかは、まあ、マスクしてますよね。あと、スーパーの買い物とか、屋内はみんなマスクしてますよね。あと、まあ、みんなやっぱりイギリスで15万人死にましたからね。はい、死亡診断書でコロナと認定された人を入れると。はい、だからやっぱり、ビビってますよね。若い人はもう、全然へっちゃらなんですけども、まあ、ちょっと、リスクを抱えてる人たちはもう慎重ですよね。まあ、それがワクチンの接種率にも反映されてると思うんですけども。なるほど。イギリスといえばパブ文化で酒飲んでっていう楽しみがあったと思うんですが、やっぱその辺も控えめですか？そうですね。まあ、外で着席して飲んだり、まあ、外で公園に持ち出したりして飲むっていう、まあ、外飲みですよね。なるほど。外飲みが今中心で。
中の立ち飲みっていうのが全然できないので、はい、イギリス人おしゃべりめちゃくちゃ好きなんですよね。紅茶飲んでしゃべって、はい、夕方はパブ行って、うん、いろんな人と話す。でもいろんな人と違う人といろいろしゃべると、まあ、それコロナ一番感染するリスク高くなるので、うんうんうん、だからやっぱりパブ文化とコロナっていうのは、はい、もう全然相入れないような関係になってると思いますね。なるほどね。さあ、そして、まあ、そのね、サミットのもう一つのテーマとして中国というものがあると、ここのところ、アメリカで先月の末ぐらいから始まって、イギリスでも FT とかも書いてますが、武漢のウイルス研究所から何らかの形で漏洩したんではないかだとか、ウイルスの管理だとか、安全管理がずさんだったんじゃないかみたいな話が日本にも伝わってきたんですが、現地どうですか？空気変わってきましたか？そうですね、これは情報機関の話ですので、はっきりしたことは分かんないですけど、表に出てる来てる動きとしてね、まあ、4月1日に、はい、コロナで活躍したバイオセキュリティとかね、テスト&トレース、この接触アプリを使った追跡とか、はい、そういうところを統合してですね健康保健安全保障局っていうのを作ったんですね。もうこれもうはっきり言って、はい、まあ、パンデミック対策っていうのが表向きですけども、もうバイオテロを想定してるのは疑いようがないですね。それで、その武漢ウイルスがどうだこうだっていうのは、はい、結局調べてもはっきりわかんないと思うんですね。はい、でも、はっきりしてるのは、伝統的感染症っていう、もう家畜から来てたやつ、人間の周辺にいたやつが移ってくるやつと違って、コロナっていうのは、野生動物ですよね。コウモリから来てるウイルスなんで、はい、野生動物から来るウイルスっていうのは無限にソースがあるわけですよね。だから、まあ、今回その武漢ウイルスはどうか、こうかっていうよりも、もう簡単に野生ウイルスをちょっといじったらね、同じようなことが起こせる時代になってるわけですよね。だからそれに対する備えをね、はい、きっちりしようっていうことで、まあ、中国とかロシアの協力どこまで得られるか分かんないんですけども、はい、とにかくやっぱり自由主義権だけでも、そのバイオセキュリティの、はい、連合軸を作ろうっていうことが、そのおっしゃったね、武漢ウイルス説の、背景にあると思いますね。なるほど。経済安全保障っていう言葉がようやく日本でもかなりいい新聞などでも出るようになってきましたけど、その次は保健安全保障になるわけですね。もうこれは保健安全保障の方がもう絶対大きいですよ。もう昔からそのウイルスっていうのは生物兵器として使われてきた歴史がありますからね。はい、もうこれ綺麗事じゃなしに、日本もね、すぐにやらないとダメだと思います。かつてその、まあまあ、NBC 兵器っていうふうに、言われてました。まあそうすると、その兵器っていう言葉の中で、まあ軍だとか、まあ自衛隊がっていう話になりがちだったわけですが、そうじゃなくて、これもじゃあ政府全体、あるいはひょっとすると国際的な枠組みの中で抑えていくということをしなければいけないということですかね。そうですね。もうこれ実際イギリスなんかはそのゲノム解析とかね、はい、そういうワールドスタンダードの仕組みを作って、いろいろ教えたりしてるんじゃないですか。それが影響圏を作っていくわけですよ。だからもう日本みたいにもう自分とこで手いっぱいになっちゃって、まあ、出せんのお金だけ、はい、それだと影響力持てないわけですよね。自分たちで何かできる力を持たないと、まあ、イギリスの場合、まあ、日本より人口半分ですけども、医大学が多いんで、まあ、それがもう国家総動員で今回のコロナに集中してやりましたからね、はい、だからいろいろとその、まあ、英連邦加盟国とかに教えることできるわけですよ。それでそういう自由主義権の、広がりを強めていこう、まあ、これがいわゆる、まあ、中国とかロシアのワクチン外交に対する、はい、まあ、対抗軸として、構築されようとしているわけですね。しかしそこで機動的に組織も作ってっていうのは、やっぱりイギリスというかアングロサクソンの国々はやること早いですね。早い、まあ、イギリスの場合、まあ、反省したら、はい、改革するスピードは恐ろしく早いですよね。まあ、今回も、まあ、日本だと官僚批判ばっかりするじゃないですか。厚生労働省あかんとかね。はい、まあ、でも、それをハイブリッドに しましたからね。科学者と、ビジネスセクターのスーパーエリートをミックスして、ハイブリッドにして、最先端の知識を、まあ、
リアルタイムで出ていってね、それを官僚機構に落とし込んで、動くっていうのを、まあ、国家プロジェクトとしてしましたからね。だからそういう意味では、まあ、日本も、ブレグジットでちょっと窮地に陥っているイギリスを助けるつもりで、はい、連携を強めていくっていうのはね、これは国家戦略として日本は、考えないといけないんじゃないんでしょうか。あと、そういえばイギリスというと、軍艦、まあ、空母クイーンエリザベスをね、アジアに向けてもうすでに出していますけど、まあ、アジアに向けてのこうコミットを強めていくって、日本では歓迎ムードで結構伝えられてますが、イギリスではどんな伝え割り方してますか？そうですね。これはね、まあ、実際、国防省とかね、はい、その周辺の、まあ、シンクタンクなんかで意見、二分してましてね、やっぱり積極的にやるべきだっていう意見と、はい、まあ、実際あんまりお金がないからね、そんな、東っていうか、まあ、スエーズより、東に行くのは、はい、もうすごい久しぶりなわけですね。まあ、スエーズ動乱でも痛い目にあって、撤退し始めてるってましたからね。ただ、やっぱ香港で、あれだけ中国にやりたい放題されたので、はい、だからやっぱり、アジアに対するプレゼンスを強めなあかんっていうね。はい、そういうのが、まあ、最初の軸としてあって、今回の、まあ、空母派遣でも、まあ、できたらドイツのフリゲート艦もね、はい、来てほしいということで、まあ、僕、高大王子さんにもインタビューしたんですけども、ほうほうほう、自衛隊艦隊の司令長官だったね、はい、まあ、彼なんかもやっぱりフリゲート、ドイツのフリゲート艦にも参加してもらったらどうやっていうことをおっしゃってたんです。結局、まあ、ドイツ孤縮だけで、フリゲート艦は出しますけども、中国の上海にも寄港しますということで、そうですね、何をしたいんかよく分かんない。ほんで、しかもそのクイーンエリザベスの、アジアへの派遣と全然別の方向で行くことが決まって、別行動ですもんね。だからちょっと欧州も対中政策は足並みが決して一つには揃ってないと思います。なるほど、わかりました。いや、木村さん、本当いろいろ お話しいただきましてありがとうございます。またちょっといろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ロンドンにお住まい、国際ジャーナリスト木村正人さんでした。6月10日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。改めましてこんにちは、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、5時を過ぎました、はい、生存確認テレフォン5時の辛抱ですのお時間です。はい、ね、衛星電話に電話をしましょう。今日は通じるかな。ねえ、どうでしょうか。まあまあかなりね、いつものお姉さんが出てきたんで、これは大丈夫そうだと、ね、まあ、時刻は夜の11時ぐらい、ね、ここのところゴール目前にしてね、風が無風の状態を包んでいる、ちょっとストレスな辛坊さんですが、どうでしょうか。どうでしょうか。出るかな、うん、もしもし井田です。はい、ご苦労様です。どうもどうも。はいはい、井田ですよ。どうしました。あれ、なんで今日って木曜日だっけ。木曜日ですよ。あ、もうだから現地はまだ水曜から木曜になるかなぐらいの夜かもしれないですけど、うん、そうですよ、木曜日ですよ。日本時間木曜の夕方5時でございます。マジっす。マジっす。マジっすか。マジっすよ。あ、俺の中で1日なくなってる。あ、あれ、ね、昨日吉田さんだっけ。そうですよ。そうです。一昨日増田さんだよね。そうです。増岡の増田さん、うん、あ、そう。ごめん、飯田くんの、なんか、一日抜けちゃってるわ。俺の中で意識が。ちょっと。木曜日ですよ、日本はね。そうですよ。まあ、よかった、電話出てもらって。マジか。はいはい、風は出てきましたか。どうですか。風ですか、うん、全く出てこない。完全無風。で、またね、完璧な青空が広がっててね。ほうほう、今ね、いわゆる俺、星座表っていうのを持ってきたんだけどさ、その星座表と照らし合わせて、星座表に載ってる星が全部ある。そんなに見えるんだ。水平線ギリギリから見えるからね、水平線ギリギリから見えるから、まあ、絶対日本だとどっか欠けるよねっていうところが欠けずに全部見えてる。はぁ。それでまた東の真ん中よりもちょっと東の空にね、はい、
あの、いわゆるミルキーウェイの天の川がね、天の川がずらー、まあ、あの、空を覆ってる感じでね、これはなかなかね、生涯、まあ、山の上行っても地平線の星全部見られないからね、これはすごいよ。ほー。じゃあ、そんな辛坊さんにですね、今日、あの、ラジオ聞きの方から質問があるんですけれども、いいですか？はいはい、どうぞ。杉並区の鎌倉台風さん。これまでの後悔を振り返って漢字一文字で表すなら何ですか？記者会見みたいになってますね。あのね、宇宙の宙、空って字があるよね。宇宙の宙、はい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 、はい、空。あの宇宙の宙だね、漢字一文字で表すとするなら、多分。その心は？その心ですか？いや、はい、そうひらめいただけで、そんなこと聞かれても困るんだよ。なるほどね。今、目の前で見上げてたのが、まあ、そういう景色だっていう話ですかね。あ、そうそう。そういうことですね。じゃあ、もう一つ質問です。もう一つ質問です。神奈川県横浜市からいただきました森森さん。もし一人、女性にエールを送ってもらえるとするなら、どなたがいいですか？またその方に何と言ってエールを送ってもらいたいですか？と。いただきました。44歳男性の方です。いやいや、あのね、もうあの、私にエールを送っている場合ですね。はい、はい。あの、言葉じゃないですから、もう、それは多分ね、言葉じゃなくて通じるものがあるんだろうなというのが、すごく俺、ここに来てね、あの、こんなに濃密に人のことを考えたのはないよね、この2ヶ月間。俺、基本的に日本にいるときに普通に暮らしてるとさ、人のことなんか全く考えないんだけどさ、あの2ヶ月間、本当にいろんな人のことを考えましたよ。あなた、辛坊さんですか？ちょっと。え、何ですか？あなた、辛坊さんですか？本当に。おいえ、おいえ、すごいですね。なんか本当修行僧みたいになってきましたよ、辛坊さん。そうそう、あのね、ほぼね、自分の中では千日解放だなと思ってんだな。千日解放よね。じゃあ何、大アジャリになってきましたか？大アジャリにはなれないけどさ、だけどね、なんか超生まれ変わる体験みたいなことはあるよね。太平洋のね、北太平洋の真ん中っていうのは特別だと思うよ。あの、例えば赤道があってさ、太平洋の真ん中でもいっぱい島があったりなんかして、何があったら、あの、島やったりできるじゃん。だけど北太平洋って何もないからね。確かに、生命のその、息吹みたいなものは感じずにポツンと一人いるという中ですもんね。何か光を見たりとかしましたか？いや、あのね、電話が途切れ途切れで飯田さんが何してるか分かんないんだけど。いい話したのにな、俺今。今ちょっと。じゃあ、辛坊さん、お天気をお伝えします、お天気。はいはい。はい。まもなくですね、前線が南下してくるため、徐々に風が出てきそうです。で、風は、昨日辛坊さんがね、いい方角からの風と言っていた南西からの風で、最大35ノット。この風はあさってのお昼頃まで続きまして、雨もしっかりと降る予報が出ております。で、さらに辛坊さん、明日かあさってにはカリフォルニア沖を北から南へ流れる海流に乗る見込みで、順調に進むのではないかと見られています。いよいよ、はい、ありがとう。気をつけてくださいね。最後まで気を抜かずに頑張ってください。はい、どうも失礼します。いい話したんだよ今。本当、北太平洋のど真ん中のその景色っていうのを自分なりに想像しながらですね、そこに光はあったのかと。Have you seen the light ですよ。わかりましたよ。でも通じてないんだからしょうがないです。くそ。でしかもなんかこう、辛坊さんの方がものすごくいい人になっちゃってる感じでね。なんかどうなんですかこれ。なんかすごい拍子抜けですよね。なんかね。どうしちゃったんですかね。つまらない人間になって帰ってきて。こら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 。そんなことないですよね。なんてことない。ですよ、本当ですよ。頑張ってもらいたいと思っています、心の底から。はい、以上、棒読み5時の辛坊でした。日本放送がお送りしているズームそこまで言うか、はい、辛坊さんのね、元気な声が聞けてね。いやーね、元気っつうか、あの、うん、ツイッターのタイムラインを見てますと、うんうん、みんな一様に悟りを開いた。なんかね、そんな感じ。
いや、ほんとね。昭和じゃりかとかですね。大じゃないんですね。大じゃなくって。いただいておりますけれどもね。いや、ほんと、どんな顔でそうなると、港へ入っていくのか。そうですよ。気になるところですよね。ご安心ください、はい、そのゴールの瞬間を余すことなくお伝えするため我々はですね、はい、番組スタッフをゴール地点であるサンディエゴに緊急派遣をいたしました。よくそんな予算がありましたね。なんとかうまくやりくりしたわけですね、これがね。そうなんですよ。この時間はですね、そのサンディエゴのホテルで、はい、もうその来たるべき瞬間に向けまして精神を研ぎ澄ましている、もう真っ最中という。精神を研ぎ澄ましている。ものはいいよってやつですね。鍋谷サブディレクターに中継をつないでみます。鍋谷さん、はい、なんとかうまくやってこれたサンディエゴ特派員鍋谷でございます。野村さんです。私今サンディエゴ市内あの中心部ハーバーエリアにあるホテルにいます。ほうほうほう、こちらの時間で10日木曜日午前1時を回ったところなんですが。あ、そうすか、すいませんね、夜中に叩き起こして。何をしてますか。あの、実はですね、はいはいはい、意外とサンディエゴは肌寒くて。え、そうなんですか。現在、外の気温が15度。15度？そうなんです。そうなんです。日中も21度程度ということで、あの、そうなんだ。そうなんですよ。日に当たるとじりじり汗をかくんですが、あの、木陰で風に吹かれると寒いので、長袖のパーカーが必須の気候と。あ、そうなんですね。なんか、そうなんです。サンディエゴっていうと、あれですよね、カリフォルニアの、もう、はい。あのメキシコに近いあたりですよね、うん、そうですそうです。結構涼しいんですね。そうなんですよ。で、あの室内も20度切ってますので、到着してからずっと私、ええ、暖房を入れて今も過ごしております。マジっすか。あら、はい、あらこっちクーラーつけながら放送してるっつのに、はい、違いますね。でも日本からあれいつ頃経ったんでしたっけ。おとといですね、日本を経ったのは。で火曜日、まあはい、成田からの JAL の直行便で、到着したんですけれども、はい、あのちょっと驚いたのがですね、入国に際して、うん、一切コロナに関する質問とかですね、検温などがなく、必要書類として義務付けられていたあの出発72時間前以降に行うあの PCR 検査の陰性証明書、うんうんうん、はい、これの提示も結局求められませんでした。おお、そうなんですね。なので、まあ、空港に到着便自体の数も少なくてですね、搭乗率も3割程度ということで、飛行機を降りた後はですね、かなりスムーズにあの預け入れていた荷物をピックアップして、で、ガラガラの入国審査で、はい、まあ、君何しに来たんだとか、あの食料は何だ、うん、あと、まあ、あの現金の持ち込みはあるのかって、まあ、普段聞かれるような、うん、あの質問を聞かれたぐらいで、はい、あの税関の X 線を通過してもう到着出口ということで、もうトータル15分程度で表に出ちゃったという感じでした。へえ、なんかね、アメリカの入国っていうとそれこそコロナ前の感覚ですけど、もうまあちょっと靴を脱いでみろとか、ちょっとベルトを外せとか、なんかいろいろ言われるイメージがあった。あるじゃないですか。はい、なかったんですよ。まあ、なるほど。で、まああのそっからホテルにというところだと思います。街中ってどんな雰囲気ですか。はい、まあ、現在、このカリフォルニア州ではですね、私、海外からの入国ということで、原則10日間の自主隔離が推奨されてるんですが、まあ、入国して3日目から5日目に、こちらで PCR 検査を受ければ、はい、7日間に短縮できるというのと、まあ、こちらに住んでる日本の方にですね、はい、政府のウェブサイトなどをつぶさにチェックしていただいて、この自主隔離というのもあくまで推奨要請ベースということで、健康維持のための屋外での散歩とかですね、はい、他人との距離を2メートル以上取ることさえすれば、まあ、特に制限はされていないということで、昨日の日中ちょっと、まあ、それこそ散歩がてら屋外だけですが、はい、ホテルから半径2キロメートル県内に、うん、中心地の商業エリア、ガスランプクォーターがありましたので、ちょっと行ってみました。どうですか？あくまで、まあ、屋外の歩道を歩く現地のサラリーマンとか、はい、あるいはランニング、犬を散歩する住民の方などの姿ですが、うん、およそ半分の人がマスクを全くつけていないか、顎に引っ掛けて同僚を話をしながら歩くという姿が散見されました。なるほど。ただ、通り過ぎる路面電車やバスの車内を覗いてみますと、皆さんきっちりとマスクをしていると、そんな状況でしたね。
で、これあの調べてみますと、先月13日に CDC のあのアメリカ疾病予防対策センターが、はいはいはい、あのワクチンの接種完了者に対して原則屋内外でのマスク着用と6フィート、はい、まあ、およそ 1.8 メートルの他人との距離の確保は不要とした指針に多分基づいてるんだろうなと、なるほど、いうことで、まあ、こういう街の風景からもあのアメリカではワクチン接種が相当進んでいるんだなという印象を受けました。ほう、飲食店とかって開いてるんですか？あの飲食店は営業してます。であのちらほら店内で飲食する人とかですね、あのテイクアウトの紙袋を持って歩く人は見かけるんですけれども、あの日本とちょっと違うなと印象を受けたのが、はい、まあ、普段からこうなのか分かんないんです、あのお昼の12時から1時ぐらいのランチの時間帯に、まあ、ちょっと散歩してたんですが、ほとんど街の中人歩いてないんですよ。なのであの日本みたいに昼休みになるとどっと一斉に連れ立ってわんさか人が街にあふれて、飲食店はどこも3つ3つみたいな状況はね見られませんでした。なるほど、これ見てみるとそのガスランプクォーターのあたりってあのパドレスの本拠地のペトコパークも近くですよね、はい、野球とかって普通にお客さん入れてるんですかね、はいはい、あちょっと私そのあたりはチェックできてないんですけれども、また調べておきます、まあ、今後あれですよね、それこそ、はい、まあ、隔離明ければいろいろまた見て回ることもできるし、千穂さんね、まあ、来週あたりだろうということは言われてますけど、そうですね、はい、今のところ ね、そうですね、一応なんかあの15日以降はまあ、経済全面正常化をまあカリフォルニア州の当局が発表しているということなので、はいはいはい、また来週あたり街の様子が一変するかもしれません。そうですね、わかりました、はい、すいません夜遅くにありがとうございます。いやいや、ね、この後も引き続き気をつけて、はい、取材をお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。失礼します。静岡県静岡市あっちこっちソックテックさんからのリクエスト、原辰徳さんの言葉にでき、これ曲の名前がそういえば書いてないですね、これね、どこまでも愛を聞きいただいております。43歳男性の方、辛坊さんのニュース解説が聞けなくなって少し寂しい日々です。そんな辛坊さんに送るのは原辰徳さんのアルバムサムシングに入っているこの曲、どこまでも愛です。私にとって辛坊さんはサムシング、言葉にできない何かをしっかり言葉にしてくれるありがたい存在です。日々のニュースのモヤモヤも辛坊さんの解説を聞けば私のサムシングがすっきりします。辛坊さんの帰りを首を長くして待っていますと。そういうことですか。私たちの首もねこうやって伸びてますよね。伸びてますよ、伸びてますよ。バカにしてるでしょ。違いますよ、何をしてるんですか。いやもう昭和じゃりに怒られますよ、カーッつって立たられますよ、これ。いやでもね、そういう思いもいろいろされてるわけですよ。どんなお顔でどんな感じで帰ってくるのか、ね、楽しみですよ。はい、しかし BG 引っ張るだよってね。もうなんか野球にまつわるいろんな曲というかね、はい、いう感じになりつつあるんですけどね。なんでなんですか。ま、そんなあの、はい、ジャイアンツ、原監督率いるジャイアンツなんですけれども、そうなんですよ。本当これ間違ったメッセージが送られてるような気がするんですけどね。この後はショーアップナイター送り。しますよ。今夜は京セラドーム大阪からセパ交流戦オリックス対巨人お送りいたします、はい、で明日の朝6時からは、はい、飯田浩司の OK 浩司アップでございます、はい、コメンテーターはですね、元内閣官房副長官補で現在は同志社大学特別客員教授の金原信勝さん登場となります、はい、いやー来週はですねこの OK 浩司アップ安倍前総理が毎日登場する。そうですよね。そうなんです。私の内閣で官房副長官として外交安全保障になってくれた金原さんにぜひいろんな話を聞いていただきたいと思います。明日も朝6時からと。ちょっと今ノーコメントでいきますその後8時から春風亭一之輔さん、あなたとアッピーもお聞きになってください。絶対怒られる。で来週月曜日のズームはですね、はい、午後6時までの拡大版、スケットパーソナリティは立川志らくさん、スペシャルコメンテーターは橋本徹さんお迎えします。でこの6時の後明石家さんまさんオールニッポンお願いリクエストもありますので引き続き聞いてください。増山さんむっちゃ忙しいですね。頑張りますよ、はい、というわけでこの時間の相手飯田浩司と増山さやかでした。明日の浩司も聞いてちょうだい。